はい、キ金 TV の石金です。こんにちは。えー、2021年3月、えー、13日の動画2日となります。はい、今日、まあ、次の日の14日の朝に、今、早朝に撮っております。はい。えー、そうですね、ちょっと昨日、あの、ルーメイトと、えー、かなりね、長いこと、えー、長い時間、えー、語り合っていましてね。はい。それでちょっと、あのー、撮るのは、えー、遅くなりました。遅くなりましたっていうか、はい。 え、で、えー、っとですね、今日、13日は、えー、まずブログは、その、結構、あ、あのー、まあ、結構、ブログに、追発時間を今日は、えー、かなり多めにとって、えー、そうですね、あのー、午前中とか、えー、移動中の電車の中とか、えー、午後ね、とか、あとは帰ってきてから、寝るまでの時間とか、かなりブログに対して時間を使って、えー、そうですね、30、30 ぐはい。そして、まあ、アクセス数も、えー、やっぱりその、まあ、今の、僕の主力は、あの、呪術回戦漫画の,、えー、なの、なんですけども、それの、あの、土曜日、えー、今日土曜日だったんですけど、土曜日の、えー、アクセスがね、一番調子いいですよね。今、呪術回戦のアニメが、金曜日の、えー、深夜、だから土曜日の、本当に、深夜、土曜日の、 なんていうの、1時とか2時ぐらいに放送されてその1日間で、えー、そのアニメがアニメ放送で扱、えーえー、われた用語だったり、えー、の記事が、えー、かなりアクセスをね、えー、その日はその日ごとに、えー、アクセスを稼いでくれて、えー、なんと今日は、えー、8000PV8000 アクセスぐらい行き、えー、ました。はい かなりまた、ちょっと一回、あのー、落ち込んでいたんですけども、またこう食いたがって、なかなかいい感じです。はい。えー、で、まあ引き続き、まあ頑張っていきたいなと思います。はい。でもまだ鼻声がね、だもんたいですけど、ね、はい。えー、あとはですね、今日は、あそうですね、あの11、11時、朝、十一時半から、えー、2時間で、ね、ちょっと、大学の、あの、友人、サークルのね、大学時代サークルの友人と、 あのー、ご飯に行ってきました。はい。えー、でー、そうですね。えっ、ー、とね、青山一丁目から、青山一丁目の、えー、ザ・バーンっていうね、すごくおしゃれな、えー、いいたまあ、おしゃれだけど、まあ、なんかこう、おしゃれだけどってか、おしゃれなとこに行ってきました。はい。駅ね、直結だったんで、えー、かなりね、えー、なんだろうな、雨がもう土砂降り、あいにくの土砂降りだったんですけども、あの、駅直結の、 えー、お店だったんで、えー、こう、濡れずにね、あの、行くことができました。はい、すごい、ほんとに、東京はすごい雨でした。ほんに、関東かな多分、はい。えー、で、えー、そうですね。まあ、お店は普通に、あのー、まあ、綺麗だったし、そうですね。うーん、まあ、僕がたんだなんか、ブランチプレートみたいな、えー、まあ、なんか卵、卵なんていうのあれ、あの、スクランブレックみたいな。 やつに、まあ、しょっぱいスクランブルエッグみたいなやつに、まあ、ちょっとなんかこうフランスパン的なのが乗っかってて、あとはなんかあのトマトとか、甘じょっぱいトマトとか、いろいろね、ちょっと乗ってる、まあ、おしゃれなプレートみたいなと、まあ、その友人は、えー、ハンバーガーですね、熟成ハンバーガーでチーズトッピングみたいなの頼んで、ちょっと分けてもらって食べたんですけど、それもすごくあの美味しかったです。はい。そうですね。えー、で、まあその後、 まあ結構ね、その、彼女が、えー、あれですね、あの、僕と、えー、同じっていうか、その、あの、フリーランスに、えー、なるっていうことを決断して、今、あの、動き始めたっていうか、なるっていうか、もだったんですけど、えー、動き始めて、えー、今、まあ、数ヶ月経ってみて、どう、どうだったかみたいなことを、ちょっと聞いてみたりとか、えー、ちょっと今悩んでることを、 あのー、を聞いて、僕なりの、こう、まあ、アドバイスって言ったらあれですけども、なんかこう、感想を、それに対する感想を、まあ、ズバッと、こう言ったっていう、えー、話したっていう感じで、いろいろちょっと、あのー、はい、話しました。はい。すごく楽しかったです。はい。で、まあ、やっぱり、えっ、ー、と、サークルの、大学のサークルの同級生で、えー、フリーランスとして、えー、活動しているのは、 まああの今までは僕1人だったんですけども、その彼女が、えー、加わったことで、やっとお仲間、お仲間っていうか、仲間がっていう価値観とか共有できる、えー、仲間が増えたんで、すごくね、本当に心から本当に嬉しく思っています。はい、そしてあの、なんかこう、その挑戦する彼女に、えーまあ、エールじゃないけど、頑張ってほしいなというか、一緒にこう、まあ、頑張ってい,いければいいなと。 いいう感じで思いました。はい、そうですね。うん。そんな感じで。えー、はい。そうですね。そんな感じ。はい。<laughs> そうですね。うん。そうですね。まあ、あのー、昨日の動画では、あのー、まあ、予告して、 えー、青山一丁目からお送りします。多分ということタイトルをつけたんですけども、あのー、ちょっと失敗しました。はい。えー、そうですね。ちょっと、あのー、まあ、そのまま駅直結だったんで、そのままもう帰れる、えー、スムーズに帰れるところだったんで、ちょっとその駅のとこで撮るのもあれだし、ちょっとね、撮る、あのー、タイミングを失ったとっいうのがね、いいわけでございますね。はい。ま、あ次こそはって、まあ、次、まあ、会うときは、えー、次こそは、えー、ちょっと、 あの、出演させて、出演してもらおうかなと思いました。はい。そんな感じで。えー、そしてね、あとは、えー、まあ、特にこれで終わりたいと思います。ちょっと、ダラダラいっちゃったんで。はい。そんな感じで今日は、えー、まあ、青山一丁目からお,お送りするつもりだったんですけども、失敗したという感じの、えー、一日でした。はい。ただ、まあ、いっぱい手は動かしました頑張りました。はい。ありがとうございます。えー、そんな感じで、バイバイ。